C さんはレッドチーム。産経新聞2022年4月9日 C の自衛隊活用発言にご都合主義批判。日本共産党は中国共産党と同じ組織でコミンテルンと言われている国際共産党の一支部同士。自衛隊は意見とか抜かしてやがってんけど、緊迫不正の事態に自衛隊を活用するとした共産の委員長 C 和夫の発言が波紋を広げている。そらそうだろうな。党綱領では憲法9条の完全実施、カッコ書きで自衛隊の解消、日米安保条約の破棄を目指すとしており、ご都合主義だなどと批判的な意見が多く聞かれる。日本弱体化を目指しているトモさん、あ、トモさんって共産のことを言います。世界各国のトモさんはコミテル、あ、コミテルはコミンテルのこと、コミテル何々支部を言って、国際組織委員長の C は近く自衛隊への見解などを記した最新の党綱領解説本を発表するが、国民の理解を得られるかどうかは不透明だ。解説本読む気しひんけど、笑いながら読んでみんなに発表しようかな。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実をごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。この世の中、世界を牛耳る大きな勢力っていうのがあるんですよ。資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、単に揉めさせるために作ったんでしょって感じでした。資本だけが自由に楽しく暮らせて、社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。世界を牛耳る大きな勢力のご計画として、まずは社会の窓主義、あ、余計な窓入れました、社会の窓主義の国にして、そしてトモさん、あ、トモさんって共産のこと、トモさんの国にしていくっていうのがございます。日本共産党はコミンテルン日本支部として誕生した赤い酸っぱいやばいところなんですね。で、オソロンシーアーの核の命が成功して、第二インターナショナルってところから、コミテル国際トモさんとが分裂して独立しました。第二インターナショナルにいた残りの連中は社会の窓主義インターナショナルに行きました。新しく作ったみたいですね。社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてるのが日本にいて、それは社民の水ポン、福島の水穂さん、あの方は左の翼の勢力としてはとても偉いさんなんですね。副議長やで、すごいやろ、ある意味すごいってすごさやなと思うねんけど。で、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解く前に、社会統計の実に偉い学者さんとお仕事して、全然リスペクトできなくて、だんだん腹立ってきて、なんでこんな人が出世できたんやろ、てか社会統計なんなんって興味津々、その先生の足を引っ張りたくなって調べ出したんですね。先人の書を紐解くと、トムさんの悪さばっかり出てきて、社会の窓主義インターナショナルのことを辞書で最終的に分かったんです。私がいつも語っていることって、信じるも信じないもとかいう神秘的なお話ではございません。先人の書&百科事典辞書に書いてあること。で、記事戻って、 C のおっさんは7日の党会合で次のように強調、緊迫不正の主権侵害が起こった場合には自衛隊を含めてあらゆる手段を行使し、国民の命と日本の主権を守り抜く。いやいや、もう信用できへんから、コミンテルン日本支部、コミンテルンは恐ろしやの核の命が成功して、レニンのおっさんがほんまはレーって伸ばすねんけど、まあレニンって言っとくわ、レニンのおっさんらが作ったんや。とてもやばい、恐ろしいところ。あ、ちなみにコミテルはもう消滅した言われますが、しかしですね、コミテルの指導団体がまだございます。それは自由なおそうめん屋さん、おそうめん屋さんのお女神にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところアメリカで、今現在でんでんじいさんがやっています。でんでんじいさんが大統領やってるということは、
プチンプリンみたいな名前の大統領がプチンってなって服のライナーにドカドカドカって入っていくこう計画をやりたかったんやなって私は見ております。そういうシナリオちゃうかなって見てるんですけど、まあ、どっちでもええのよ。うちらにとっては敵国でしかないねんが、服のライナーもかわいそうや言うて一生懸命募金させようとしているけど、ほんの31年前まではソビエト連邦の一部でうちらにとっては単なる敵国やからな。かわいそうが命取り言うて、大変みんな頑張ってねって優しい言葉をかけながら見とくのが一番です。前回の動画でも申しましたが、スピリチュアル界隈では今は光と闇の戦いが繰り広げられていて、安心してください、光側が勝っています言うて、プチンプリンみたいな名前の人とシューキンピラさんとか北のキンちゃんも光側アメリカの Q あのねやったかな、ウルトラ Q のベビーチーズ QBB の BB の前の部分、あの単語結構ヤバそうなんで言わへんようにしてんねんけど、トレアン支持の団体さんってほんまは共産系で、トレアン支持の人たちをダマくらかすための集まりなんちゃうかなとか思いつつ、うん、まあ地味猛量の世界やなって結構楽しく拝見しているんですけど、私はずっと昔からデモに参加してはならないって思ってて言ってきたんですけど、左の翼側に統一戦線工作を言って、同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作っていうのがあるんですね。だから共感できること言うてるから、味方とか思ったら大間違いやったりするからな。私自身ですね、右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクソさんで、政治の世界って大体日本国民不在の中展開されていて、で大体私舐められるタイプで生きてきましたので、警戒心がものすごく常に支配下に置こうとされてきて、なんでこのおっさんの便利屋したらなあかんねんとか思いつつ、思ったことを口に出して嫌なら嫌、めんどくさかったらめんどくさいとか平気で言うようにしてきた。社会統計の学者さんは最終的に私の機嫌を取るようになって上目遣いで接するようになってんけど、もうそれがまたしょぼすぎてびっくりして、リスペクトできる方って科学的なところ、医学的なところの専門家&海外で活躍なさっている日本人だった。日本で活躍できる人たちって共産主義者、社会の窓主義者だらけになってるような気がしてならんのよ。インターネットで真実を求めると、宗教メディアとか右の翼、本物の右翼とか言われる人たちがわんさかいるなって感じで、本物の右翼の方は正論と思わせるようにされてもな、私は片っ端からブロックかけて実際にコメント書かれへんようにして関わらないようにしてきたんですね。ほんまは仕事の上で人を遮断するっていうことはあかんことで発展性ないねんけど、宗教メディアでご活躍の保守を言うてる人と一緒のカテゴリーになりたくないし、なんとしてでも一般の日本国民に伝えないといけないし、まあ拡散力がないし、どないしたらいいんやろ、もう諦めようって感じやねんけど、知ってしまった人たち、いち早く気づいてくれた人たちとは一緒に歩んでいきたいので、細々ながらも続けるしかないなって思ってやってんねんけど、光と闇の戦いで光側が勝って、これからは地上の楽園みたいになるなんてならへんねんって、無理やって、やゆりょの言う隠して宇宙人が言うてる時点でもあかんやんって私は見てて、あ、こうやって地上の楽園夢見て恐怖支配されていきはんねんなって楽しく見てんねんけど、まあそれにハマってしまった人は何事も経験今世の終了やと思うので、救い出さなくっちゃとか全く思えへんねんけどな、それは神様のお仕事やし巻き込むのだけはやめてんか。とにかく日本共産党は中国共産党と同じ組織で、プチンプリみたいな名前の大統領がいたところ、ソビエト連邦共産党と同じ組織です。ソビエト連邦共産党の前にボリシベチとかいう名前とかがいろいろあるんですけど、そこは端折っています。まあ、何しかやばいところで、共産系は国壊しを目的としている迷惑な連中で、何かあったら自衛隊を用いて何やかんや言うてるのは有権者をダマくらかしてるだけ